吉川原信幸、吉川原信幸、吉川原信幸、1936年5月27日から2004年6月19日は、日本のパズル作家、ナブの愛称でも知られている。1970年東京工業大学科学、工学科卒業、高分子関係の技師や教員の経験もある。世界のパズルを日本に紹介したり、 自らの作品やその他の日本のパズルを日本国内外に広く紹介していた。また、パズルのコレクターとして世界的に知られており、と共に世界三大パズルコレクターと呼ばれている。高木修行とはパズルコンは解説率のメンバーとしても一緒で交友があった。日本メンサの名誉会員でもあった。そのパズルに対する功績により、2003年に ロイド賞を受賞している。世界中のパズル作家、コレクターなどと交流があり、1978年に始まった国際パズルパーティーの幹事の一人であった。同パーティーで行われているパズルコンペティションは2005年からナブヨシガハラパズルデザインコンペティションに名称が変更されている。ヨシガハラは多くのパズルを発表している。その中には、 製品化されたものも多い。1990年にシステムソフトから発売された PC-9801 用ゲームソフト。昔からある代表的なパズルや吉川原が創作、または監修したパズル合計20種類を収録している。収録されているパズルの一覧、吉川原は多くのパズル関係の書籍の執筆、翻訳を行っている。また、 彼は、パズル誌や科学誌などに、パズルに関するコラムを連載していた。その一部は、書籍として出版されている。比較的早い時期の著書としては、田中実と共著の、科学パズル第2集、君も、アインシュタインになれる、公文社、1978年、ISBN4 から334003516、がある。ただし、田中単独著作の、 第一集とほぼ同じ文体であることから、田中が主に執筆しているとも、あるいは、第一集ですでに吉ヶ原が関わっていたとも、考えられ、具体的にどこまで吉ヶ原が関わっていたかは、不明である。後書きにも、吉ヶ原を褒めるような田中の一文がある。本名の他に、鬼瓦、宇太郎のペンネームでの著書もある。田後明の、 頭の体操シリーズの執筆にも協力しており、前書きの写字の中にその名前を見ることができる。自身でもパズル作家として物を書くようになったきっかけは、田子明氏の頭の体操第2集を手伝った時だったと思うと語っている。吉川原が発表したパズルの中には、特定の条件を満たす整数を求める問題がある。このような特別な数字の中には、 吉ヶ原の名前が冠されるものもある。吉ヶ原は、各桁が例を除く2種類のみの数字で構成された、平方数を30万まで、おそらくパソコンを使って探索し、その中で最大の数値として8万1619を得た、8万1619イコール66億6166万1161。 この種の平方数は、元の数が3桁以下では19個あるが、4桁以上では3114と81619の2個しか発見されていない。このことから、吉川原と信仰のあった世界のパズルマニアの間では81619をナブナンバーと呼んでいるという。 777億7777 77万9779 77は7と9の2種類の数字で構成される7と9この勾倍数である。吉川原はこの数が回答になる問題をテクノロジーレビュー誌に発表した。このことから777億7777 77万9779 77はリムと呼ばれている。このような数字は 例えば、97七9797 97兆9797 97億9797万97 979797 97 97 97イコール1系5552兆3488億8568万2219。また、この数字に100 1倍した97が18回。並ぶ数字など無限に存在する。 この数字の得意性は、1から9の中の2つの数字からなる数で、それぞれの数字で割れる数値の最小値で、かつ1から9の組み合わせで、最大値であること。最小値は1を含めれば1212イコール6、1を含めなければ2424イコール3となる。以下36、144、288、448、1113。 223288億8888万9 88 8 8 8八9イコール1億2345万6804であり、最大がリムである777億7777 77万977979イコール12億3456万7933である。ちなみに九の倍数は、 各桁の和が必ず9の倍数になることが証明されているので、このような数字で9を含む場合は、3と6と以外は10桁万の数字は存在しない。著書、一生を遊べる、奇想天外パズルの中で、科学朝日1982年秋号のパズル、問題募集検証に応募して一等 PC6001 を狙ったが、優秀賞止まりだったので3800番ほど。 型番の大きいのを自分で買った述べており、初めて購入したパソコンが PC-9801 であったことを示唆している。同書の中でいくつかパソコンを使って解いたという説明文があり、パソコンを使ったパズルについて関心があったことを伺わせる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。